これね、渡れるんですよ。これちゃんと渡れるんだよ。濡れると、道になるんだけど、多分濡らないとわからない。このステージを初心者ちゃんに遊んでもらいます。はい、次はトランスペアレントボーイという、ちょっと透けてるステージ。インクで塗らないと透けてて、すごいなんか怖いステージがあるんですよ、これを。ミステリーゾーンなので、もしかしたら知らないんですよね。あ、知ってる。こっちは大丈夫だ。あ、動けてこれどうしようってなってる。大丈夫か？おい。やばい。びっくりしてる。これいけなくて困って、これね、塗ればいけるんですけど、多分わかんないんだよね。これを狙ってました、僕は。このステージにしたのは。これを狙ってて、出れてない。出れ、頑張れ。出るんだ。勇気を持って出るんだよ。そう、そう。おお、そう、すごい、すごい。びっくりしてる、びっくりしてる。めっちゃびっくりしてる。俺もちょっとびっくりした。ここまでこんな反応してくれとは思ってなくて。お、食い棒投げてきた。食い棒が。あ、インクがない、インクがない。あ、やべ、危ない、危ない。おー、うまい、うまい、直した、ナイス、ナイス。うわ、ローラーが倒していく。ギリギリのインクで倒したね。あ、気をつけてね、一応落ちるとこあるか。おー、びっくりした。今、俺もびっくりしたよ。カーボンが塗っております。見えない壁に、見えない壁に、ぶつかりながら、戦っております。ローラーも今、カーボン探してますね。お互い探してるな。あ、カーボンも探してる。迷子になっちゃった。二人とも迷子になっちゃった、これ。いない、お互いがいなかった。はい、よろしくお願いします。トランスペアレントボーイ。ここは、立てるんですよ、上に。上に立てるんですけど、毎回ね、初心者ちゃんに、このステージを、一試合だけちょっとやってもらってて、で今回の初心者一人なんですけど、ほら、出てきてない。ほら、びっくりして出てこれなくなってる。めっちゃ困惑してる。気づいた。これ面白いよね、このステージ。いっぱい塗ってる。すげえいっぱい塗ってる。あ、俺のこと気づいたか？あれ、やっぱね、この子ね、攻撃してこないの、俺に。絶対に攻撃してこない、平和主義者なの。時々自分からやらに行っちゃったことあるんですけど、平和主義者。ほら、見て。攻撃しないの。こっちだよ。あ、わかった。よし。来た。あー、登れない。あ、ここ登れないんか。こっちだよ。ほら。こっち。この上。壁があるんですよ、ここ。こっちだよ。おー、すげえ。ほら。あとね、ここですね。ここも見えない壁があるから。来るか？ちょっとこっつんで、ちょっとこっつんで当たってる。見えない壁、どう来るか。おーおおありがとうございました。さあ、また別のイカちゃんを招待しました。ちょっとパブロで移動するのが一番早いかな。早く行かなきゃ、早く見たい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 。見たい。あ、もう突破してる。待って、ここ突破してる。よし、一緒に上登ろう。おーい。上向きがちだけど。おーい。これバレてる？ここ来れるかな？あんま使って。あ、うまい。ちゃんと塗ってる。あ、すごい。ちゃんと塗ってる。ここ塗ってるんだ。怖いでしょ、ここ。最初怖い。はははは、危ねえ。
これバレてるよね。なんかめっちゃ見てる。めっちゃ俺のこと見てる。上からめっちゃ見てる。危ねえ。もう透明とか関係なしにめっちゃ塗ってる。見て。痛い。危ねえ。ここは あそこも行けなくね。壁めっちゃ塗ってる。こっちからちょっと見える。インク出てない。インク出てないから。インク出てないぞ。おい。登れるこれ。上登れるか、これ登れるか、危ない。あ、登ってる。すごい。登った。こっち。俺、ここ。で、当たんない。はい、トランスペアレントボーイ。今回のイカちゃんは、カーボンローラーのイカちゃんを連れてきました。どんな反応をしてくれるのか。とりあえず、向かいましょう。端っこ当たってる。カイジやってる、カイジ。今、カイジやってたよ。ここ来るよ。あ、びっくりしてる。あ、ステージにびっくりしてる。お、透明なとこ歩けるんだってなってる。ワイパーがありますから、ワイパーが。消されちゃうんだよ、塗っても。やばい。上乗ろ。はい。どう？気になってるよ。うおぉ！いて、あ、あ、あ、